ここから投げるために投げる方向にステップするわけです。この間分かります？見たことないですか？グラブで1993年長嶋さんの時の攻撃のサインとか言ってこんな図書いて、いいですかその話して。全部バレちゃいますよ。例えばこうやってこうやってやってたら牽制ありませんよ。あと面白い、何それ。むっちゃ早い牽制きますよ。何もないケース、何かあるケース。何が違いました？